皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武です。以前ですね、タオルで体をコシコシしながらですね、前屈、柔軟性を上げていこうという動画を上げたんですけれども、今日はですね、首周りですね、首の動きをタオルを使って改善していこう、そんなエッセンスをお伝えしていこうと思います。それではですね、まず皆さん一度天井を見上げてみましょうか。ぐーっと、この時に首の後ろが詰まったりですね、なかなか天井方向を見上げにくい方っていうのが非常に多くいらっしゃいます。で、無理にこう頑張って上げていこうとするとすごく首の後ろ詰まってしまうので、今日はこちらのタオルを使ってですね、首の後ろの詰まり感を減らしながらですね、首の周りが良くなったりとか、天井方向を見上げやすくなっていくようなワークをお伝えしていこうと思いますので、皆さんタオルをご用意の上、一緒にエクササイズをやっていきましょう。それではですね、まずこのようなフェイスタオルを使ってやっていこうと思います。まずぐるぐるぐるっと丸めてもらうか、三つ折り程度にしていただいて、首の後ろにかけましょうか。そしてここから天井を見上げていくワークをしていくんですけれども、まずは大事なのは姿勢が大事です。背中丸まっている状態だといくら上を見ようと思ってもなかなか上がっていかないので、骨盤からしっかりと立てていただいて、これだけでもまず上がっていきやすくなります。さらにタオルを使ってエクササイズをしていこうと思いますので、タオルを軽く前にですね、キュッと引っ張ってもらう感じですね。ただ強くぐーっと引っ張ってしまうと、首はすごく繊細な場所で痛めてしまったりとか気持ち悪くなってしまう方出てきますので、本当にこのたるんでいるタオルがキュッと、ここちょっとだけテンションがかかるぐらいで結構です。この状態でぐーっと天井方向を見上げてみてください。そしてゆっくりと下ろしていきます。もう一度息を吸って、戻して、吐きながら天井方向を見上げます。ぐーっと見上げていく。だんだん見上げられる角度、顎の上がる角度をですね、上げていってください。では息を吸って戻して、そしたらですね、タオルの引く角度をぐーっと上げたポジションになったら、ちょっとですね、斜め上方向に引くようにしてもらうと、さらに最終域で顎が上がって天井方向を見上げていきやすくなると思います。最初は正面でいいんですが、だんだん顎が上がって天井を見上げていった角度に合わせて、手の引く角度というのを少し前方から天井方向に変えていってもらうと行きやすくなると思います。で、ゆっくりと下ろしていきます。もう一度吸って、戻す。あと2回行きましょう。吸って、吐きながら天井、吸って戻します。ラスト1回吐きながら、ゆっくりと戻しましょう。 OK です。ではタオル一度置いていただいて、最終チェックをしてみましょうか。スタートの時に比べて上が見やすくなっていれば OK です。もともと上が見えるよという方は、天井を向いた状態でも普通に会話ができるぐらいの状態であればなおいいかなと思います。結構ね、上見ると気道が潰れてしまって会話ができないよという方多いんですけれども、かなりね、可動域に余裕が出てくるとですね、天井を見上げた状態でも会話ができるレベルになっていきますので、ぜひね、皆さんチャレンジできる方はそこを目指してみてください。このようにタオルを使って首にですね、支点、支えを設けることで上げやすくなっていったりしますので、ぜひですね、このタオルを活用したエクササイズを実際に実施してみてもらえればと思います。猫背のアジトでは姿勢改善に特化したですね、エッセンスを配信しておりますので、チャンネル登録まだの方は下の猫ちゃんマークからチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。